戻ってきました戻ってきたあ、戻ったなんかさ急に iPad 落ちたんだけど電源切れたんだけど再起動みたいになっちゃったこんなことってある初めてでびっくりしちゃった。 急に落ちて再起動みたいになっちゃった画面真っ暗になってびっくりしたよ焦った。 8時53分大体1時間やろうとしてたんですよだからあと7分ぐらい。 今日はねクリスマスイブ公開収録をね岐阜でしてたので、まあ、ファンの方にはね会えたんですけどなかなかねクリスマスって公演ぐらいでしか会えないのでこうやって公開収録で会えて嬉しかったです、まあ、せっかくなんでちゃんと今日もメイクをしているのでスクショタイム。 したいですクリスマスプレゼントいっぱいくださいクリスマスイブだからクリスマスイブだからもうプレゼントもらえない23三歳だからみんなくださいうんかわいいあミラーボールも来た にぎやかうんねクリスマス感あるよすごいいい感じプレゼントいっぱいちょうだいかわいい。 三代丸が連絡先知りたいとか知りたくないとか言ってましたよ誰か連絡先知ってるって伝えといて連絡先知ってるよってもし連絡先消えてるんだったら全然8期の子に聞いて連絡してきていいよって言っといて <laughs> すごいかわ,かわいいねプレゼントクリスマスプレゼントハートクリスマスといったらんだろうなんかダサいねこのハートかわいいハートなあ ねまあでもイブだからね今日は明日が本番ですからクリスマスこれさカメラ分かんないねどこかこれかなみんな撮れましたか はまたミラーボールありがとうございますトレタありがとう明日はねクリスマス 2回目の時間がない公演になるのでねもう初日以来私踊っていないので <laughs> ちょっとねこれから練習しなきゃいけないんですよそう練習して思い出さなきゃいけない明日公演来る方は一緒にクリスマスを楽しんで、えー、DMM で見る方は クリスマス楽しみましょう遠くにいてもすごい今日ミラーボール多いありがとうまたまたミラーボール 今日はね、岐阜ちゃんの公開収録があってそう本当にね朝から雪がいっぱい積もっててすごい大変な一日だったと思うんですけどみんな岐阜まで会いに来てくれてありがとうございました2月11日の会撮りましたそうあのあれね時間がないの特典会もね まだまだ受け付けてるので皆さんぜひ会いに来てくださいそうあとねドキュメンタリー今日ねあの時間がないのドキュメンタリーが YouTube に上がっているのでそちらもぜひチェックしておいてくださいコメント絶対しておいてください読みます あ、また <laughs>。またミラボさん <laughs>。ミラボさん今日何回目すごい。ありがとう。クリスマスイブだからすごい。いつも以上にミラーボールを回してくれる。ハッピーメリークリスマス。ありがとう。もう9時になっちゃった。1時間の予定だったので。 ここで終わろうと思いますが今日も配信を見てくれてありがとうございました明日は公演ですみんな見ててね 今日の夜も寒いのでみんな気をつけて体調には気をつけてくださいこれから練習します良いクリスマスをお過ごしくださいそれではおやすみなさいバイバーイ Asumi me. Merry Christmas. Bye-bye. Bye-bye.